提督の最後東京国立近代美術館保管1943年ミッドウェー海戦における山口多門提督らの最後の場面を描いた戦争が後継の広角法はこの位置からは本来見えず空母比喩損失を印象付けない作為とも見られる当時はこのエピソード自体があまり報道されなかったため知名度が低く批評家から 偶話の内容そのものの説明が不十分だと評された。また色彩が強引だという声が発表当初からある。北連倉ク7月昭和24年12月21日は明治から昭和にかけて活動した洋画家。岐阜県厚見軍期大四季村の高原寺に北純心と棒守るの次男として生まれる。幼少期には両親が度胸を教えようとしても覚えず、 絵ばかり描いていたという。1889年東京で女学校の教員をしていた姉を頼って、上京、東京の山本法水と郷田清らによって設立された聖匠館画塾に入る。連造は法水の書生をしていたと後に改装しており、また時に法水二世を名乗り、連造と法水を親戚とする同時代資料もあることから、 両者は単なる画塾の指定にとどまらない深い関係にあったようだ。さらに、連蔵は、白滝育之助、和田栄作、和田光造、岡田三郎介といった、同時代の画家とも交流を重ねた。宝水画画塾を基調した、黒田清照に託すると、連蔵も、後進の天津道場で学び、1897年、東京美術学校専科に入学、翌年卒業。 白馬回転には大画面に旧派的な色彩で描いた構想画を出品するが良い評価はなかなか得られず次第に出品数も減っていった。この時期、白文館から出版された少年世界などの挿絵を手掛け始めており、連想は以後昭和初期まで多くの挿絵を描いている。明治30年半ばになると宝水の助手として舞台背景画の制作に携わり、 同じく法水が企画したと思われる日露戦争を描いた戦争画の展覧会にも参加した。当時こうした戦争画の展覧会は人気を博したらしく、1905年には法水の従軍に従って大陸に渡っている。戦争後は再び舞台背景の仕事に携わり、1911年には帝国劇場に入社。 背景主任として多くの舞台背景を手掛けるようになる。1914年には薄伝な太郎に背景主任を譲り、定劇を退社するが、大正期には背景制作のみならず、舞台全体の指導も行ったようだ。他にも1907年の東京官業博覧会や1914年の大正博覧会で建てられたパビリオンの設営、装飾にも参加している。 定劇退社後は、同時代の画家に比べて遅まきながらも、文転、定点に出品、入選し、画家としてのキャリアを重ねていく。1927年7月、死、法水に習ってかフランスに渡る。フランスでは、美大の後輩で定劇では、部下でもあった、高田勝田の世話になる。2年後の1929年9月頃帰国。帰国後も、観点へ出品を続けるが、 一方で、広告3000年の歴史を絵画によって知らしめようとする国史絵画館関連の制作に関わり、海軍とも関係を深めていく。代表作の一つ、帝徳の最後も海軍報道範囲の資格で、1943年、第二回大東亜戦争美術展に海軍作戦記録画として出品した作品であり、同展では審査員も務めている。 戦後間もない1949年エビスの自宅で食道岩により逝去。去年74、連造のアトリエは名の北た八代が引き継いだ。八代は叔父の影響で日本画から洋画へ転向し、高風会会員、女流画家協会委員として活躍している。ありがとうございます。